次は木舟口です。ただいまより運賃が変わります。木舟神社へお越しの方は次の木舟口でお降りください。お忘れ物のないようご注意ください。
ください。本日も携帯センターをご利用くださいまして、ありがとうございました。すべてのドアが開きます。駅で通着いたしますので、お近くのドアからお降りください。ドア付近の方はご注意ください。